ルイジュディボルボイコールドエシチリエは、両シチリア王国の王族。フランチェスコ2世の最年長のイボ帝にあたる。トラーニ博の儀礼称号で呼ばれた。両シチリア王フェルディナンド2世と、その2番目の日のオーストリア大公女マリア・テレジアの、間の第一子として生まれる。1859年に不王が死ぬと、イボアニのフランチェスコが即位したが、フランチェスコ二世には、 子供がなかったためルイジが推定相続人となった。1861年2月12日、両シチリア王国はイタリア統一運動の指導者、ジュゼッペガリーバルディ率いる千人隊に征服されて消滅した。同年6月5日、ルイジはバイエルン公マックス・ヨーゼフの四女、マティルデと結婚した。マティルデの姉の一人、マリーア・ソフィアが、 フランチェスコ2世についでおり、この縁組は、両家間の二重結婚の一環だった。また、マティルデのもう一人の姉エリーザベトは、オーストリア皇后であった。マティルデとの結婚生活は失敗で、ルイジはアルコールに安らぎを求め、マティルデは、大勢の姉妹たちの元を転々とする生活を送った。ルイジの死については、その時期も死因も諸説がある。アルコール依存症となり、 人生に絶望した、彼は1878年に、チューリッヒ近郊のツーク湖で、受水自殺した、という説もある。また、1886年に、病気のためパリで死んだとする説もある。自殺説を取る人々は、自殺者の埋葬を許さないカトリック教会に考慮して、自殺の事実が隠蔽されたと主張する。また、イジの自殺の事実が明るみに出れば、 オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の議定の自殺として大きなスキャンダルになったためと考えられる。マティルデとの間に一条を設けた。トラーニハク、ルイジ。ありがとうございます。